はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、電磁戦隊メガレンジャースーパーミニプラマルチ合体デルタメガということで、スーパーミニプラギャラクシーメガと合体せよ、シャトルモードからロボボードへ完全変形。当時のデラックス持ってないですが、パッケージは全く一緒だと思います。もうギャラクシーメガがそうだったのでね。超電磁合体、いいね、かっこいいもんね、本当に。さあ開けて見ていきたいと思います。3000円か、1個ずつで、2つで6000円ぐらいだったので、まあ3000円だと思います。じゃん、うわー多いね、こっちもまたまたすごく多いです。まあこれもシールもあるしね、タイムラプスで組み立っていきたいと思います。デルタメガ、ズシューン、完成、デルタメガでございます。結構ねシールあちこち破っちゃったりして、ちょっとここら辺とか破けてますが、ご了承くださいすげーマジでめっちゃちゃんとできてるデルタメガですね。でこれ変形していきたいと思います。まず一番最初はパカッと取ります。ここね、パカッと取ります。そしたら足分解します。ん？こうか、スライドだね。ここは普通に取る感じで、そしたらこれを反対側に向けて下げて、顔出して、お手手で、足をこう、向きをこっちにするのかな、向きをこっちにする、こうね、すげえ、足こうして下にはめて、入った、逆側もそれではめて、よし入った、はめてこれを下げれば、はい、完成、デルタメガですね、ロボモード。デルタメガ。はい、歩行音です。今のは歩いてる音ですね。ガトリングブラスター。ドゥル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 。デルタレーザー。ん？デルタレーザー、それ歩行音じゃねお前。デルタレーザー、よしゲームオーバーだ。ガトリングブラスター、はい、という感じで遊べました。いいね、スーパーギャラクシーメガ。あー、それはないんだ、それはないんだね、残念。まあとりあえずここまで遊ぶことができました。デルタメガでございます。かっこいいね本当に。まあ変形手順もそんな難しくないし簡単でございました。これはでもね、ちょっとあんまり、まあ動くっちゃ動くけど、ここがね、まあ分割してギャラクシーメガと合体するので、あんまりね、関節の動きを激しくするっていうことは、なかなかできない感じですね。はい、じゃあ次の動画では、スーパーギャラクシーメガに合体させていきたいと思います。それでは、また明日。